阪神中日、誤審のまま試合続行。23日に行われた阪神、中日戦で、不可思議なジャッジのまま試合が進んだ。2回、1死1塁。木浪が放った打球は、中日の中堅岡林がダイレクト捕球したかに見えたが、判定はインプレイ。そのため、一塁走者の坂本は二塁でアウトとなり、木浪が一塁に残る形となった。木浪の打席結果は、中ゴロとなった。坂本も唖然とし、ベンチの岡田監督も、ん?という表情。補給した、自信のあった岡林も若干、首をかしげた。中継した番組では、このプレイが再現され、岡林は完全補給していたが、中日、阪神ともにリクエストせず、試合は続行。結局、この回阪神は無得点で終わった。どっちや?審判はフェア。坂本戻った。取ってるよ。取ってるやん。ノーバウンドだわね。想像以上に余裕で取ってた。まあランナー木浪の方が毒やろ。小屋のまま続行。まあ打順調整と思うや。岡田の顔。白井さんさ。起きたーい。え、フェアなん?白井がフェア判定。そのまま続行。白井は塁審ならマシとは何だったのか?白井って審判の中ではまだマシって印象やったがやっぱり無能なんか?まともな審判があんなに自己顕示掘ったさない。リクエストするにも微妙。しても損するしな木浪のが早いし。まあ打順調整できたからええけどさ。